しみで心に残るわらべいた世界の民謡と題しまして、ソプラノ歌手徳畑咲子さんの歌を、第2部は不思議で楽しいマジック、そして第3部で懐かしい楽しい歌を皆さんと一緒に思い切り歌いたいと思います。私たちは石切保育所の OB、 それからあの東地区のこれ保育所関係の人が OB の保護さんの OB の方があのスタッフとしていろいろやってるんで、まあ、なんて言っていいんですか、の素人なので十分なことができないと思うんですけれども、最後まで楽しんでいただきますようによろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。それでは第1部、ソプラノ歌手徳畑咲子さんの独唱をお送りします。ピアノ伴奏は岡本美香さんです。
ってるかな、だんだん自信なくて、ちょっとやってみますね。さて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 、はい、じゃじゃじゃん、じゃん、あ、もう一回、じゃんじゃん、はーい、うわー、ちょっと細めですが、こうずっとしてこうやったらどっちがリンゴ？全然にして。え？バナナとリンゴ。バナナとリンゴやろ、ね、こうしてゆっくりとこなしてね、遊んどきます。ここで一生懸命こうやって、ほんでまたリンゴですとどっちがリンゴ？こっち。こっち。みんなはこっち。みんなこっち。なんでこっちやの、そんな危ないやん。こっち言うた人ありました？当たったと思ってますやろ。残念でした。食べちゃった。はい、ありがとう。4枚のシルク、ここへ入れてもらいました。このシルクどうなってると思います？つないで、つないで出てきたらすごいね。そう思います？よ。なら今はつないで出てきたけど、もう一回魔法をかけたらどうなると思います？バラバラに。バラバラに元に戻るだけやろ。そんな面白くないやん。ちょっと持ってて。下がり目くるりと回せ猫の目にゃーなかなかほいほいそっとそっとほいほい中外外中中中ほい。試験も何にも試験も何にもない。ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おうゲゲ、友達たくさん友達たくさん、嬉しいよ命の輝きを。ありがとう。